淡い色彩そのものを生かすようにして描き出している。つまり無により有を描く。女の肌の柔らかさ、温かさ、あるいはかすかに立ち上るその匂いすら、この無から。霧の中へ消えゆくあの人を先生は二度と手放すまいと走り抱き寄せ。先生、これが最後のちぎりとなるよ。こちら一心不乱に春画の研究に没頭している春画先生。素晴らしいでしょう。異色の偏愛コメディ。なんで春画先生、皆で楽しむもよし、一人で楽しむもまたよし。